ゴルゴ13ゴルゴ13のエピソード一覧ゴルゴ13のエピソード一覧では、斉藤、高雄の劇がゴルゴ13の全エピソードの一覧とその内容紹介、そしてゴルゴ13のコミックスの情報と収録エピソードの一覧を記載。単行本の情報に関しては、ゴルゴ13の単行本を参照にされたい。ここまで発表されたエピソードのうち、 5作品は単行本未収録、または一部単行本未収録となっており、読むことが困難なエピソードもある。そのため、この5作に限っては、詳しい内容紹介のため長文のあらすじとしている。この5作品には多いた。エピソード名や、その収録対抗本は、単行本未収録作を参考にされたい。話数代名、発表年月の順で記載。話数代名、 発表年月の順で記載。話数代名、発表年月の順で記載。話数代名、発表年月の純歴祭。話数代名、発表年月の純歴祭。話数代名、発表年月、脚本協力ので記載。話数代名、発表年月、脚本協力の順で記載。増刊話数代名、発表年月の順で記載。 ビッグコミック像刊号への新作のゴルゴ13の掲載は106話まで。以後はビッグコミック像刊号には過去のエピソードが再掲載されている。ゴルゴ13の各エピソードは順次単行本に収録されて読むことができるが以下の作品は一部単行本に未収録となっている。第1週から第28週までは関数表示が一切ない 第29週から第167週までは、裏表紙に29のように、第64週以降は、裏表紙に加えて、本の背にナンバー64のように、第168週以降は、本の背に加えて、裏表紙にナンバー168のように表示されている。話数順の収録ではないため、ビッグコミック掲載時の大 N 話の部分は、 削除されている。特段に表題作はない。63巻以降は乱調落調を防ぐための学校ノンブルが入っている。P はその学校ノンブルによるページ数。ページ数は必ずしも増刊ゴルゴのページ数と一致しない。これはエピソードによってはページがカットされたり逆に過失されてページが増えていたりするためである。ナンバー十五以降は t で始まる13桁の共通雑誌コードが振られている。また、ナンバー81から発行年月日が西暦に変更されている。ナンバー144以降は共通雑誌コードに変えて13桁 -5 桁からなる定期観光物コードが表示されている。13桁の部分は JAN コードでこの13桁の数字で 書店サイトや検索サイトで本を特定できる。5桁のアドオンコードの部分は本体価格を表している。ナンバーワン65以降は脚本協力者の名が掲載されている。またナンバーワン76まではビッグコミック6集掲載分のボリュームだったものが、ナンバーワン77以降は7集掲載分のボリュームになった。関数の助数詞は統一されていない。助数詞は 以下の通り。話数順の収録ではないため、ビッグコミック掲載時の大絵の話の部分は削除されている。特段に表題作はない。50週以降は乱調落調を防ぐための画校ノンブルが入っている。P はその画校ノンブルによるページ数。ページ数は必ずしも別冊ゴルゴのページ数と一致しない。これはエピソードによってはページがカットされたり、 逆に、加筆されて、ページが増えていたりするためである。ボリューム67以降は、t で始まる13桁の共通雑誌コードが振られている。また、ボリューム68から発行年月日が、西暦に変更されている。ボリューム136以降は、共通雑誌コードに変えて、13桁マイナス5桁から、なる定期観光物コードが表示されている。 十三桁の部分は JAN コードでこの十三桁の数字で書店サイトや検索サイトで本を特定できる五桁のアドオンコードの部分は本体価格を表しているボリューム百五十五以降は脚本協力者の名が掲載されているまたボリューム百六十七まではビッグコミック六集計細分のボリュームだったものがボリューム百六十八以降は七集計細分の ボリュームになった。太字は、表題作。154巻以降は、脚本協力者の名が掲載されている。太字は、表題作。扉に引用されている聖書は、突起のないものは、旧約聖書。13節からの引用が多い。関数表示はない。1976から1988年に、刊行され、40巻で、 実質的に完結したシリーズ。ISBN の右から2項目のカフタ桁がそのまま関数となっている。初版段階では25巻までは ISBN はなく26巻以降は初版から ISBN が付与されている。1988から1989年に刊行され6巻で完結したシリーズ。2001年に刊行された21巻のセット。 2001年にサントリーのコーヒー、ボスのノベルティグッズとして提供された。全21巻で専用書家にパッケージされてリリースされた。21巻のうち1から20巻は MFB 版を再版したものであり、定裁や収録作、収録順、コラムなどは全く同じである。MFB では背に表示されているサブタイトルが、このボスマンでは奥付けに表示されている。 市販しないため、雑誌コードやそのバーコード、価格表示などはない。奥付けの発行日は巻、全館2001年9月3日発行となっている。また、裏表紙は、ゴルゴ13とスコープに補足されたボスの缶コーヒーがデザインされている。21巻は、ゴルゴ学のコンテンツを抜粋したものとなっており、個別の内容紹介のパートで、ゴルゴ学以後に発表された分も、10ほど、 追加収録されている。またボーナストラックとして、フルカラー版白屋は、愛の埋め木が収録されている。2002年、2003年、2008年、2018年と、現在までに4冊刊行された。リーダーズチョイスベスト13オブゴルゴ13、リーダーズチョイスベスト13オブゴルゴ13斉藤、高尾、小学館2002年1月13日初版第一冊。 発行 ISBN4 から09から17万9401から7平成13年はゴルゴイヤーとして各種のイベントが行われた。その一環で読者の人気投票を行い、上位13作を一巻にまとめたのが本書。厚さ1330ページ。収録は以下の通り。内の数字は読者人気投票の順位。斉藤隆夫。 セレクションベスト13オブゴルゴ13斎藤高尾、セレクションベスト13オブゴルゴ13斎藤高尾、小学館2003年12月13日初版第一冊発行 ISBN4 から09から17万9403から3著者自身が厳選した13作品を一貫にまとめたのが本書厚さ1188ページ収録は以下の通り 各界著名人セレクションベスト13オブゴルゴ13各界著名人セレクションベスト13オブゴルゴ13斎藤高尾、小学館2008年4月2日初版第一冊発行 ISBN978 から4から09から17万9405から 5TV アニメ版ゴルゴ13のオンエアを記念し各界著名人が選んだ13作品を一巻にまとめたのが本書 厚さ1362ページ。収録は、以下の通り。括弧内の人名は、そのエピソードを選んだ著名人。海底版リーダーズ、チョイスベスト13オブゴル十3海底版リーダーズ、チョイスベスト13オブゴル十3斉藤、高尾、小学館2018年1月31日初版、第一冊発行 ISBN978 から、 4から09から179,244から02018年に連載50周年を迎えたのを記念して刊行された。2015年、2016年に行われた読者の人気投票の上位13作を一巻にまとめたのが本書。厚さ1,490ページ。収録は以下の通り。内の数字は読者人気投票の順位、続く人名は 脚本家内市は脚本協力者。2008から2009年に刊行され、4巻で完結したシリーズ。2008年にアニメ化された際、アニメのオンエアと同時に発行されたシリーズ。2009年に刊行され、10巻で完結したシリーズ。2008年にアニメ化された際、アニメのオンエアと同時に発行されたシリーズ。関数表示はない。アニメ版は、 全50作であった。以下のシリーズでは、計48作が収録されている。クロスアングルと、殺人劇の夜の2作が未収録となっている。2013年秋、ゴルゴ13の45周年記念で、リード社と小学館から刊行された。全4冊で、1970年代、1980年代、1990年代、2000年以降、 発表時期を区切り、その年代の中での名作が収録されている。加えて、G と私というコラムが掲載されている。日社から2冊ずつ刊行されたが、想定は統一されている。MFB と同じ B6 のペーパーバック体裁で、リード社分は SP コミックス、小学館観光分は MFB の扱いとなっている。以下は年代順に配置した。 2006から2008年に刊行され、13巻で実質的に完結したシリーズ。英語版で、ビズメディアより発刊された。1巻あたり200ページほどで、エピソードは2話ずつ収録。サイズは縦 191mm、横 128mm、厚さ 16mm。それぞれの巻の巻末には、研究本、ザ・ゴルゴ学より抜粋された記事が翻訳されている。 海外版では、版を左右反転し、左開きに改めて発行することが多いが、このシリーズは、その処理はせず、右開きのままである。セリフは英語に差し替えられ、様々なオノマトペも英語に描き直されている。描き文字も、例えば、発砲音は、ブランム、自動車のエンジン音は、v 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 b r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  MMMM などとなっている。 ありがとうございます。